おはようございます。今私は平塚市に来ているんですが、皆さんはここ平塚が世界の産業都市平通貨というのをご存知でしょうか。〇〇なら世界一というすごい会社がたくさんあるんですね。今日はそんな会社をご紹介したいと思います。世界の平塚、ここの会社は世界一。まず最初にやってきたのはこちら、横浜ゴム株式会社平塚製造所。タイヤでおなじみのこちらの会社ですが、〇〇なら世界一、一体何なんでしょうね。気になります。あ、どうもおはようございます。おはようございます。あのですね、ここで〇〇なら世界一っていうのがあるって聞いたんですけれども。はい、ございます。こちらにご紹介いたします。あちら楽しみですね。行ってみましょう。世界一、一体何が世界一なんですか。はい、製品のシェア、世界一の商品がこちらにあります。シェアが世界一、気になりますね。いやー、もう全然教えてくれないんですよ。一体何なんだろう、シェアが世界一。はあ、私の胸が高鳴ってまいりました。早く来い世界一。どちらになるんですか。こちらです。こちらですか。え、あれ、あれ予想外ですね。これでかいっすね。なんだこれ、え、なんだろうこれ。おお、すごい、よくわからないけどすごい。おお、平通貨、これは何なんですか。これこれは大型船舶用の衝撃吸収材になります。大型船舶用の衝撃吸収材これは、え、これゴムなんですか。これ硬いですね。ゴムです。ゴム、え、大型船舶用の衝撃吸収材、これどういうことするんですか。と、大きな 船が止まるときに、はいはい、あの船と船がぶつからないように。こうぶつから、はい、あ、こうやって作業をしてね、これが、はい、これが船ですよ。これが船でこう作業をして、こう当たるときに、はい、これを当たったら壊れちゃうから、はい、吸収しようと。わかります。これこれ、これがいっぱいくっついているわけなんですね。はい、大きさどれぐらいなんですか。これは直径 4.5m、 長さが 9.0m になります。 4.、 はい、あ、まだいきますね。まだいくね。うわー、おっきい、高いっすねこれね。はあ、でこれで衝撃を吸収するわけですか。はい、私ね、これでも学生時代はね、ラグビー部だったんですよ。いきますよ、いきますよ。行ってもいいんですか。はい、どうぞ。いや当たり前ですがね、びくともしないですね。あー、衝撃が、あー、これは一体どれぐらいの衝撃吸収できるんですか。大型タンカー、一番大きなもので130万トンと言われてるんですけれども、その30万トンのタンカーを止める、大きさになってます。30万トン、ちょっとピンとこないですけど、どれぐらいの大きさなんですか。大きさで、長さで約330メートル言われてます。330って言ったら、これ東京タワーの高さをこうやったあの大きさですか。はい、これで止めちゃう。でもこれ止めるの大変ですよね。はい、ただただ硬いクッションだと、急に止まって急ブレーキのように事故になってしまうんですけれども、このゴムと空気の力を使って柔らかく衝撃を吸収するようになってます。なるほど、これがあることによって柔らかくソフトに、その30万トンクラスのタンカーが柔らかく止まることができる、それが世界一の技術なんですね。いやー、すごいね、すごいね、すごいね。続きましては、株式会社根本ルミマテリアルさんです。世界一を扱う会社にしては建物がちょっと控えめな感じもしますが、一体どんなものを扱ってるんでしょうか。行ってみましょう。お邪魔します。あ、どうも、はじめまして。お待ちしておりました。ここに世界一のものがあるって聞いたんですけれども。はい、ございます。では見せていただいてよろしいですか。こちらです。はい、どうぞ。いよいよ世界一の何なんでしょうね。楽しみです。出会えるということで。はい、これが、これが世界一の、世界一の来ましたよ皆さん。はい、じゃあ開けますね。はい、はい、これが、はい、
世界一。そうです。ちょっとですね、が通過なんかちょっとこの私も言い切れない感じがあるんですけれども、それではちょっとご覧いただきましょうか。じゃあ電気を消しますね。電気を消す、ではお願いします。はい、おお、すごい光ってる。あ、ヒラ通過。工場長、これは何なんですか？蓄光顔料で N 夜光と言います。蓄光顔料の N 夜光、はい、はあ、光るものなんですね。そうです。光を蓄えると。そうです。で、この N 夜光、何が世界一なんですか？ですね、世界シェアで、70% から 80% を取ってます。7、8割。はい、すごいですね。ちょっと持ってもいいですか？どうぞ。おお、これがご覧ください、世界の N 夜光。この N 夜光はやっぱり根元の N なんですか？それもありますけども、ナチュラルの N でもあるわけですね。従来の夜光は放射性物質を使って光らせたんですけども、これはそういうものは一切使っておりません。ということは完全に自然ナチュラル素材 100%。 これ従来品とどれぐらい違うんですか？それじゃあ見比べてみましょうか。はい、上が従来品、下が N 夜光です。それじゃあ電気を消してみましょうか。お願いします。お、やっぱ違いますね。そうですね、はい、明るさが10倍、それから、光る長さも10倍になります。だいぶ違うじゃないですか。すごいですよ皆さん。これは何ですか？これは、ペンタゴンの方で使われている、誘導、避難誘導標識です。英語で書かれてます、はい、今ペンタゴン、アメリカの国防総省、はい、ペンタゴン使われてるんですか？そうです。 N 夜光、はい、さすが世界の N 夜光、すごいですね。そしてこちら時計もありますけど、この時計も N 夜光、はい、そうです。先ほど世界シェア70から 80% と申し上げましたけども、時計に限って言えばほぼ 100% になります。今何ておっしゃいました？ 100%。 100% ですか？これはヒラ通過。 100% ということはもうほぼ世界中の人が N 夜光で時計と向き合ってると。そうですね、 100%。 うわー、さすがですね。それにしてももうこれはもう 100% じゃないですか。もうすごいですよ。ですごいにもかかわらず若干の建物が控えめかななんて思ったんですけど。そうですね、N 夜光は平塚で生まれたものなんですけれども、現在の生産は海外の方に工場が2つありまして。なるほど、はい、中国とポルトガルの方に大きな工場があります。で、海外でも作って、でそこから平塚で生まれた N 夜光、世界中を照らしているということですね。そうです。はあ、建物は控えめですが、やってることはさすが世界一。びっくりしました。さあ、3社目は株式会社ケルクさんにやってまいりました。何やら温度にまつわる世界一があるようです。行ってみましょう。どうもこんにちは。こんにちは。世界一のものがあるって聞いてやってきたんですけれども、はい、そうですね、世界一ございますございます。それではどちらにあるんでしょうか？こちらです、はい、どうぞ入ってください。では行きましょう。はい、ありがとうございます。じゃあどうぞ。ここがそうなんですね、はい、そうですね。いやー、なんかいろんなことやってますけれども、はい、で、何が世界一になるんですか？そうですね、ここでは半導体を製造するのに欠かせない装置を作ってるんです。はいはい、はい、あ、なんかいろいろ作ってますね。そうですね、で、半導体の装置では世界のシェアトップと言えると思います。トップというとどれぐらいなんですか？そうですね、ほとんど全ての半導体工場でうちの製品が使われていると言っていいと思いますね。ほとんど全ての半導体工場、ほとんど全てってことはすなわち 100% ぐらいですか？そう、まあそうですね、そう言ってもいいと思いますね。また来ました 100%。 おー、ヒラ通過。いやー、すごいですね、ほぼ 100% で、そのシェア率が高い技術、はい、何がすごいんですか？そうですね、半導体製造装置、非常に精密な温度のコントロールが必要なんですけれども、
その温度のコントロールする技術が我々世界一なんですね。でコントロールできる、どれぐらいまでコントロールできるんですか？そうですね、普通に使われているところで10分の1度ぐらいの温度を作るんですけれども、まあ、一番、最先端の製品ですと、はいはい、プラスマイナス100分の1度というような温度のコントロールが可能です。今何度おっしゃいました？プラスマイナス100分の1度ですね。100分の1度、はい、平塚か、そんなこと可能なんですか？そうですね、こちらで作っております。で何がどうでそこまでコントロールできるんですか？そうですね、我々のところは熱伝素子という電気と熱を変換する装置を作ってて、それで電気で温度をコントロールしてるんですね。なんとなく分からないような。まあ、なかなかそれは温度のコントロール100分の1は分かりにくいと思うんですが、まあ、その技術を使って逆にですね、熱から電気を作るということもできるんです。で今それを我々開発しているところなんです。それはちょっと感じることができると思います。あ、今日感じる、私が感じることはできるんですか？そうですね、一度体感してみます。ぜひともお願いします。まあ、こちらにありますのが先ほど言いました熱を電気に変える製品のデモ機になります。これで熱を電気に変える、はい、そうですね。ちょっとやってみていいですか？そうですね、はい、どうしたらいいですか？手のひらを当ててみて、はいはい、じゃあ当ててみますね。はい、はい、おお、回った。うわ、すごい回りますね。平塚か、これは今は僕の熱で回したってことなんですか？そうですね、体温のエネルギーが電気に変わったということになりますね。じゃあこれは体温が高ければ高いほどうーんってなっちゃうんですか？そうですね、温度差が大きいほど、はい、これどういうところで使えるんですか？はい、そうですね、熱が排熱ですね、それを回収してもう一度リサイクル的にエネルギーを作ろうというようなところで使いたいと思ってます。素晴らしいエネルギーですね。そうですね、熱があるだけで、はい、電気が生まれちゃうと。そうですね、今後はどういったフィールドでこの技術を活用していきたいとお考えですか？そうですね、まあ、捨てられているエネルギーっていうのは工場からたくさん熱が捨てられてますし、あとは自動車の排気ガスも熱がたくさんありますね。ああいうところにこれをつければ省エネ、低燃費になっていくと。はい、ですね、素晴らしいですね。平塚で生まれたその技術がリサイクルですよ、はい、世界のいろんなところで明るい未来をこれからも灯していくということですね。そうですね、頑張ります。感動です。さあ今日はいろいろと回ってきましたが、まさに世界の平通貨という感じでしたね。自分の近所にこんなにも世界で活躍している会社がある、平塚市民もさぞかし鼻が高いでしょうね。平塚には地域貢献に力を入れている会社もたくさんあるんです。地域清掃や工場見学の受け入れ、河川敷などへの花植えや敷地内グラウンドの開放など企業活動の傍ら、地域周辺や平塚市民のため様々な取り組みをしているようです。また平塚市としてもテクノフェアなどを定期的に開催して地元企業がより発展していくよう取り組んでいるようです。会社と地域が手と手を取り合って互いに一緒になって発展していく、そんな素敵な関係がここ平通貨にはあるんですね。今後もこの地で世界の平通貨がたくさん誕生することを願いつつ、おう、ビバ平通貨。